ラスカサバイディのぶチャンネルです、8月28日土曜日です、ちょっとね天気ねあんまり良くないですね、昨日のですねルーティン動画の中でしたバイクもう僕のバイクがねだいぶ下手ってきてるんで、ドレスアップしようかななんてこと言ってました。でセルフリペアしようと思ったんですけども、ちょっと道具がないとですねできないものもあるんで、こちらですね、こちらのですねバイク修理屋さん、こちらにちょっと頼もうかと思って、来ています。でこちらでですね依頼するのはですね、シートの張り替えをねしてもらおうと思って、来てます。シートの張り替え動画、ご覧ください。はい、これがですね、僕の愛車です。愛車なんですけどシートがねこんな感じで、あとねアンコンもねだいぶへたっちゃってるんですよね。でこれをですね今日は張り替え、ここでは張り替えてもらおうと思ってます。でこれがですね今回張り替えてもらうシート表皮です。うん、これねもうすでに1回張り替えたことあるんですよ。で、その時も同じこのシートにしました。もうちょっとねおしゃれなやつもいいかなと思うんですけども、残念ながらバンビエンドは手に入らないんで、こちらで、このシートに張り替えしてもらいます。ロースのバイク屋さんですね、手伝って手伝わないと時間になっちゃうんで手伝います。剥がれました。これをこう、ね、もうタッカーをこう剥がしていってで張り替えます。
上がれました。来たねー。私もうぐすぐすっすね、ここのか、ね、ぐすぐすなのね。これケツも痛くなくね、特にここですね、ここがへたってますね。だった。すぐにこのスポンジを開けて補強します。ゲルで接着してくれてます。やっぱね、こういうね機械がないとね、こんなできないもんね。よし、カバーをかけ始めます。ねえ、だいぶできてきたね。それとあとフロントフォークなんですけど、フロントフォークがね足りてないんですよね。ですっごい雨の時走るとね巻き上げるんですよ。なんでここにこのチューブ切ったゴムをタレみたいにかけて、巻き上げを防止したいと思います。で今ねちょっとね下穴開けます、開けました。太穴が開きました。でこれねバイクのチューブのあれですね、ニップルですね。でそれをこんな感じで通して、でここに、ワッシャーかけてゴムを止めます。でこことこ
ここっすね、ここで、これの裏側ですね、3箇所で止めて3箇所止めします。はい、とりあえず着きました。まあね、急ごしらえでなわりにはちょっと効果期待できそうです。で、今度このシートね、またキンキンに張り替えます。次はね、もうちょっと時間かけて計画立ててですね、今回はね、もう穴が開いて濡れるのが嫌だったから、もう とりあえず突貫工事でやっちゃいましたけど、まあまあいいんじゃないでしょうか。無事シートの張り替えが完了しました。今12時半です。ここ来たのがね10時半ぐらいなんで、ほぼほぼ2時間で完了しました。で、張り替えの、工賃なんですけど、4万切符500円弱ですね。お得に破格でもない、これまあ一般相場なんですけどね。で、あとですね、あと前輪のですね、跳ね上げ防止もゴムのタレをつけてですね、バッチリできました。これで雨の中走っても、ズボンがビチャビチャになることはなくなりました。よかった。で、あとはそうですね、これからおいおいテールランプですとか、この辺の勝ち上げもやっていこうと思います。この動画はこの辺にさせていただきます。チャンネル登録まだの方、よろしかったらチャンネル登録お願いします。それとですね、動画のテーマなんかリクエストありましたらコメント残してください。動画作成の時に参考にさせていただきます。あとですね、この動画面白かったとか、参考になってないかな、面白かったと思った方、グッドマークを、動画作成のモチベーションになります。よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。